玄米ご飯の調理方法について説明します。材料を用意します。材料は6人分です。玄米はカップ3です。炊飯できる量は1リットルタイプで1から4カップ、 1.8 リットルタイプで2から7カップまでです。玄米を研ぎます。玄米はまず汚れやゴミをさっと洗い流し、その後優しく手で包むようにもみ洗いします。これを2から3回繰り返してください。水を玄米の水位目盛り3まで注ぎます。水位目盛りは玄米の目盛りに合わせます。間違えないようにしてください。ジャー炊飯器に内釜をセットし蓋を閉めます。お米ボタンで玄米、メニューボタンで普通を選び、炊飯ボタンを押します。1リットルタイプで1から2合、 1.8 リットルタイプで2から3合を炊飯する場合は、炊飯ボタンを押す前に少量ボタンを押してください。少ない量でも美味しく炊くことができます。炊き上がったらご飯をほぐします。器に盛り付けます。